日本海格闘は渋谷で NHK スクランブルデモを開催。とんでもない人数が集まる、がネットで話題。内容はこちら。渋谷で行われた NHK スクランブルデモに、とんでもない人数が集まったようです。では、靴沢亮次氏のツイートより内容を見てみましょう。靴沢、日本海格闘、元豊島区議。渋谷にて NHK スクランブルデモを行いました。今回もメディアの取材は皆無でした。沿道からは、NHK、スクランブルって何？払いたい側なの払わない側なの、という声があちこちから聞こえたそうです。NHK に疑問を持つ方を増やせたと思います。参加者の皆様、誠にありがとうございました。今後このうねりがさらに大きくなりそうな予感がします。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。なんでこんなにもちょくちょくでもやってるのに全然地上波で放映されないのか、とても疑問ですね。多く来てるかもだけど所詮初波だから取り上げません、とオールドメディアは報道しないでしょうね。マスゴミは国葬反対の5人のデモには密着取材するのにな。メディアの異常性が如実に現れているようですね。次はこちら。大拡散しますね。私ちなみに横断幕持って、おう、って言ってました。NHK スクランブルデモを絶賛支持します。もう NHK に金払いたくない。ガチで NHK というか、テレビすら数年見てないのに、毎年数万口座から引き落とされていく。ほんと最悪。こういうのどこで呼びかけてるの？俺も参加したいわ。これは日本人のデモだな。参加したい。NHK は解散させるべきだ。どんどん規模がでかくなりそうな予感わら。この NHK スクランブルデモは、確実に日本国民で大拡散案件ですね。次はこちら。NHK をぶっ潰す党とはまた違う人らなんだ。立花より仕事してるなわら。もう N 党いらねえじゃん。N 国の仕事だよね。何やってんの。離脱した議員の方が働いてるじゃない。それ、ゆるパンダも思いました。最後はこちら。国葬を上めろより人数多くて草。少なくとも国葬反対デモよりも明らかに人数は上。あれ、国民の大多数は反対とわめいて司法で完全敗北していましたよね。国葬反対派はわら。国葬反対より断然多いのにマスゴミは取り上げもしないんだな。なぜマスコミはこの大規模デモを一切報じないのでしょうか。結論。これだけ多くの日本国民が集結し、NHK スクランブルデモを行っているというのに、マスコミは一切報じずそうする。国葬反対派のたった5人のデモは密着取材するくせに、これだけの大規模なデモを、なぜマスコミは報じないのでしょうか。まさに異常ですよ。都合の悪いものは一切報じない日本のメディアは、もはや日本の敵と言わざるを得ません。NHK 含む全メディアは、一度解体やるのみだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。